出勤5日目。おはようございます。この日は軍神からある報告が。待ちに待った名刺。ありがとうございます。今までずっと手書きやったから、うん、先日撮影した写真を使った山本のホスト名刺が完成。うわかっこえ。俺が全部デザインしたからね。あ、うん、この紙も俺が選んだから。あ、すっげえ、めっちゃ高そう。すごーい、うん、これ1枚200円以上するからね。高っ、しっかりと頼むね、はい、わかりました。うん、初回いっぱい入れるから、はい、ガツガツ、ね、うん、強引に行こうみたいな、うん、山本裕介君というカッチはもっと自分自身で信じてがっつり年になったんだ。オッケー、わかりました。うん、それは取れるから。わかりました。うん、覚悟決めたら行きそうやけどな、この人は。だガツガツ行くんちゃいます。今日はいよいよ営業がスタート。いや今日マジ勝負っすよ。最高売上は出したいですよね。20万。一組目の初回接客、同じ宅に着くのは山本裕介です。じゃあ待って、行くか。ナイス、一旦ペーペー、ナイス、ペーペーって今日遅刻してへんやめろ。ライバル、爆撃龍馬。実はこの男、9月の売り上げが驚異の2000万オーバー。すごいわ。月間ナンバーワンホストの座に輝き、今ノリに乗っている。泣いてる泣いてる、龍馬泣いてる。龍馬も初ナンバーワンだったんですかね。龍馬の涙なんや。龍馬の涙だ。初回接客ではそれぞれ別の姫がターゲット。ライバルの前で指名につながる接客ができるか。初めてだから、ホスト初めてだから。え、二人とも、もっと寄りなさい。あ、いいね。一組目は初ホスト姫。でもいいよね、一発目でだってさ、やばない、ね、やばいよね。ちょっとアシストしてる。俺もめっちゃ見てるけど。おい、女。おい、おい女。何がいいそれ。俺も今度誰かに言おう。ダメよ、今後言うとあかんない。モテてきたでしょ。いや、全然そういうわけじゃない。全然モテない。でね、もうね、そんなことないでしょ。でこういいもん。まあ、とりあえず今日楽しもう。楽しもう。楽しもう。今日は一緒に楽しもう。うん、この女エロがってんな。エロがってる。ちょっと顔がほら。エロがちょっとメロメロでやばいもん顔が。それちょっとぐらいエロがるよな。ハマっちゃうよ沼に。ハマっちゃうよ。9分間の初回接客が終了。でもまあこれぐらい行かなあかんねやろな。ゆうすけくん、ゆうすけくん、ゆうすけくん、やばい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 。まあ入りとしては一発目としては悪くない、うん、一発目としては。ただもったいないのがいろいろあって、まず女の子も絶対腕を組まない。確かに。これも心理学的な効果で、腕を組むと相手を拒否ってるって思われちゃう、相手はね、潜在意識的に。あとなんかもっと自信持って吐く言葉を、今吐いてることの1個グレード上げてほしい。例えばこれから楽しくさせるようじゃなくて、俺が幸せにするよ。おお、分かる。そこまで吐いていい。俺がマロマネちゃんを幸せにするから、そのまま一緒にいようとか、うん、もっと上飛び越えていっちゃって、自信持って。今日は俺絶対ね、飲み出しとると思うんだよ、うん、俺その予感してるもん。楽しみだわ。あたす、うん。軍神の期待を背負い、2組目。はじめまして、山本裕介と申します。え、知らんかったの？あ、新出のマジマジ全く分かんなかったんだ。知らなかったんだ。めっちゃ日本語上手くない？2組目は山本を知らないチャイナ姫。今あんまり色々あったのよ。それは後でネットで調べて。どういう人がタイプ？こんぐらいで素朴。派手顔が系です。だよね。そこ覆せる？とりあえず一重にできる。マジ何？いじれって。一重にいじってほしいの。姫のタイプに全くハマらず、
俺顔派手だしな。なんかね、そのもうちょっとリズムカルに会話を作っていかないと一回が止まるのよ、会話が。はい、そう、ちゃんとリズムカルに会話を作っていって褒めて、で褒めて、それをちゃんと知らない、もう一回って止まるのだね。ほんまに来たか今誰か、うん、メロディーだから、はい、メロディー、うん、分かりました。音楽止めないでしょ、はい、行くでしょ、はい、うん、それでいこう。あ、あ、出た喫煙所。お待たせしました。めっつイメージがね。だからもう全然人によってリアクションも違えれば何もかも違うんで、そこが難しいんだよな。でもクソ楽しいっすね。むずいけど、なんか本当に主人公やな、 RPG みたいな感じで、こう何が起きるか分かんない、どういう人がデックガスかも分かんない、ポケモンですよ、ポケモン。サトシの目してるわ確かに。どこがやろ。怒られるぞポケモンに。この日は金曜ということもあり、いつも以上に初回の姫たちが来店。そんな中、俺の名刺さ取ってくんない？あれ、え、うん、ありがとう。どういうこと、まさか。ちょっとなんか初回バレたんで行ってきます。おお、亀仙人があのムキムキなる時みたいな。今回のゲスト、かごあいさんです。ほとぼりは冷めたんでしょうか。冷めました。冷めましたじゃないですか。テレビはそっからは出てないですか、やっぱり。出てないです。あ、これが一発目、はい、あれ以来やっぱり復帰の場ですね。山本裕貴さんと面識というかお仕事されたことあります？一度もなくて、私が一方的にあのテレビとかで拝見させてもらって。あ、なるほど。なのであんなにタバコ吸われてね、イメージが。誰が言うてんすか。あなたタバコでブレイクした人。ブレイクが足の前から。あの今回もね、タバコ捨てましたけど、はいはい、加護さん今何捨てるんですか。何でも聞いてええんか。もうアイコスが出てきて、うん、ずっとあの緑だったんですけど、はい、あの3ヶ月前から黄緑して、うん、つい最近。ありがとうございます。なるほど。いろいろあってちょっと落としたんです。あ、姫のリクエストでプロデューサーの軍神が自ら初回接客に、入ってきた時からめっちゃ綺麗と思った。優しい。俺あそこ何回か目あったじゃん。そう、めっちゃ綺麗と思った。そう、羨ましいと思ったの俺。そう、でも全然俺初回つけないから、呼びがないと。だからもう普通に、わー綺麗だな、羨ましいなで俺終わったら、また呼び入ったから嬉しかった、ね。うん、頭良さだもんね。うん、わかる。話しててわかる。そう、キャッチボールうまいもん。あー、龍馬だ。うん、うまいうまい。こんな綺麗でさ、ね、こんな喋れてさ、ほぼ無敵だ。もう人生イージーだったよ。でしょ。どういうことだよ。でもなんかさ、世の中さ、こんだけ綺麗な子がね、辛いと思うのはおかしいからね。まあ、間違ってる、間違ってる。いやいや、間違ってるでしょ。もう普通に。うん。まあ、ほんと。うん。嬉しいわ。俺、こんな綺麗な子呼ばれると思わなかったもん。うわ、すごい。いや、ほんとほんと。うますぎだろ。そっか。あれぐらい言っていいってことなんや。うますぎだろ。めっちゃ嬉しい。あ、連絡だけ聞いてもいい？うわぁ。初回9分であっさり連絡先までゲット。貫禄の接客技術を見せつけられた。かっこええ。分身だわ。いや、言った方がいいよ、はい、めっちゃいいよ。こっち側ですね。うん、はい、うん、だから好きなタイプや。続いては山本の初回接客。もういけいけ。はじめまして、山本裕介です。すいません、会ったことあります。どこで？え？え？どこで？あ、いいですか、ご一緒して。六本木で？はじめまして。飲んだ一緒に。おい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 、やっぱ最高の展開やん。おい、危ない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 。忘れてるから。忘れてないよ。忘れてるな。明らかに挙動不審の山本。濃いかな。濃いかな。あ、大丈夫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 。接客もしどろもどろに。すいません。怖い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 。さっきの姫、俺昔エッチしたことある。最高、最高。サムネな。やったことある姫。めっちゃおもろい。一応役者さんですよね。クソ気まじいんだけど。で、やったことある姫つくんだよ。つく前に伊月さんに言われたの、兄貴に。ゆずき君、あの子、あのタイプっぽい子でしょ。まあそうだよね、だって昔抱いてんだもん。
かっけー。で時間ないっすよ。やべえ。飲み直し俺じゃなかったらきつない。果たしてやったことある姫は山本を選んでくれるのか。リピートリピートお願い。何これ。幸せなんだけどダメ。もしもアンドニー、あれさんのグランスクラスの女の子は幸せになれないですから。はい、いただきます。なんでこの2本なくなった方がいいです。マジそんなことある。やったことある姫がまさかの軍神指名で飲み直し。超可愛くない。やばいでしょ。超綺麗でしょ。んお、どうなってんだ。おい、どうなってんだ。いや、まさか俺が飲まずは飲まなかった、ごめんね。いや、全然です、全然です。そう、ちょっと名刺を補充してきます。うん、名刺補充してきて。ああ。悔しいんだよ本当に。めっちゃ悔しいんですよ。やってる子だよ。今まで乗り換えられるってことでしょ。ホストとしてそして男としても乾杯。さらけ出してるね。なんかメンタル崩壊しそうなんですよ。よし、行こう。行きます。もうあと多分でもチャンスは多分3回ぐらいしかないと思いますよ、時間的に。あ、やばい。営業は残り2時間、未だ売り上げはゼロ。